感じかな。嬉しかったよ、嬉しかったですね。かわいい、嬉しい。あーの好きな人の7人のライブやリアルオシ会とか行きたいって言ってた。白い服も似合うけど黒い服も似合う。嬉しい、アンピ、そうアンピさんの卒業リアです。おはちゅう、学校でのあだ名とか、え、リアちゃんとか、普通にリアとかリアちゃんとかですね。うん、選抜固定化して長いこと7人にいそうと思ってもね、見出してから赤くなるのすぐ分かる。やだ、懐かしい。こんにちは、自分のこと。そうそうです、あはちゅう。今日入れて夏休み15日になった。15日になった。ポジティブ考え、次のシングルは3つ開くからリアちゃんもチャンス、頑張るね。ミミッチュもかわいい、嬉しい。イッタチさん、イッタチさんありがとう。おはよう。先ほどは対戦ね、ありがとうございました。朝少しやりました。うわ、おはちゅう、やつむちゅう、ありがとう。そう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 、あの3期なんだっけ、なんかね、山口とか、まあ、それぞれ公園でなんかレッスンあるじゃないですか。だからなんか本当になんかもっと仲良くなれた気がしてめっちゃ嬉しい。なんかレッスンとかも人数とか、その公園の公園だからなんか話せる機会が増えて、なんか仲良くな、たくさん公園通して仲良く3期生仲良くなれたかなって一番、あ、でも嬉しかったです。なんかね、あの、あまりあの3期全員でレッスンある時はあまり話せないけど、なんか話さない人もいるけど、そのそういう愛媛とか山口とかであの話してめっちゃいい経験になった。知ったきっかけね、スティを知ったきっかけは、いとこのお母さんかな。フォローしてなかったらフォローしました。ももにゃんありがとう。おはちゅう、7県のメンバーまんべんなく分けられたから全員と仲良くなれた。全員と、ほぼなれました、なれたと思います。多分
最近というか一番嬉しかったのはなんかまだ言えないやつなんですけど、言ったらいけないやつなんだけど、まとめるとちょっと小声なんですけど、最近最近でもないけど嬉しかったこと言うね。実はねひーたんとね、まだね、黒くなっちゃった。なんかやばい、ちょうどいいとこで止まった。そう、もう一回ひーたんと話すことができたことです。嬉しかったこと、なんか年齢もちょっと離れてるからなんか話せないかなって思ってたんだけど、最初はだけど、なんか一番最近じゃないけどちょっとだけ前にちょっと話せるようになったのが嬉しい。ひめねちゃんに会ったとめちゃくちゃ恥ずかしい。最近ではないけど嬉しかったこと。暴露しちゃった。ひーたんとお母さんみたいな、なんかなんか楽しい存在っていうか、なんか隣にいてくれたらなんかめっちゃ場が明るくなるみたいな。実際だと話すことない年齢差だから話せないかなと思ったけど、ちょっと話すことができて嬉しかった。そのきっかけはまだ言えないんだけど、それが一番嬉しかったかな最近。そう、ムードメーカーかな。ひーたんはひめなちゃんです。実でちょっと話したことが嬉しすぎてちょっとびっくりしちゃった。前まで話せないかなと思ってたけど本当に話してよかった。そう、もんもんとも4歳、姉さんと同期だから不思議な感じね。きっかけはレッスンじゃないのよ。人見知りしちゃうかも。なんかね、なんだろう、なんだろう、話すのがなんか自分から行くのはあんま苦手だけど、一回来てくれてどんどん話しようになったら自分からどんどん行っちゃう。だけど最初から行くのは無理かもな。でもなんか一回来てくれたらもうどんどん行っちゃう感じ。どんどん行っちゃう感じ。でも最初は本当に人見知りしちゃう。配信で今日恥ずかしい、やつに話して言えない。本当に元気な、そう
田川もそう、田川も先輩の近くが良くなったらマイキーさんにグイグイ言ってね。いやどうだろう、なんかから自分から行くのはできる自信はないんだけど、一回来てくれたらあのグイグイ行っちゃうおはちゅう、一回来てくれたらバンって行く。マイケルさんの人見知りね。だからなんだろう、なんいつもんもんとあんなに話す、あ今もうたくさんなんで話してんだろう、なんでこんな話してるんだろうって思ってる。めっちゃ嬉しいことだ。ビエチューカーはハグはしないの？ビエチューから、うん、でもあのめちゃめちゃ仲良くなったら、なんかもっとたくさん話せるようになったらしちゃう。来てくれたらもう多分10倍ぐらいなんか行っちゃいそう自分は怖い。後楽園で育てる鳥はなんてクイズで鶴って答えて知ってたんや。え、すごすご、なかなか仲良くなれないけど一旦仲良くなったら距離を詰めてくる。そうめっちゃ10倍バンって。みやちゃんも人見知りすごいから、最近ひめなちゃんリア中に意地悪しないんで来られた。いや嬉しい、ひめなちゃん嬉しい。ももちゃんと好きなアイドルの話が合うのかな、合うのかな。でもあんま話したことないんだよね、そういうアイドルの話って。あっち、つまり俺と仲良くない、いつかリア中がハグする。でもそうなんか来てくれたらあもうバーンって自分から行く。10倍ぐらいのスピードであのハグしに行くこんにちは。もんもんも多分そうだった気がする。もんもんが多分ね、なんかエイミのレッスンはそんなもんもんと話してなかった気がする。愛媛でもなんか愛媛公演終わってからなんか仲良くなった、話すようになる。意地悪ダメなの。愛媛の時は甘えれた。分かんない。リコちゃんさん来て仲良くなりたいって言ってから逆に声かけたらめっちゃ喜ぶと思う。リコちゃん、ちょっとなんか話やっぱね先輩方話しかけづらいな。一人で行くのは絶対無理だ私。リッチに見て年上メンバーに甘えず。どうだろうこんにちは。でもファンの人はあまり人見知りしない、ない、そうファンの方は全然人見知りしてないです。でもなんか直接会ったりしたらやばいかも。人見知り発生。よし夢中、とりあえず2期生よしよし44さんはじめまして。 ST48 3期研究者の新井理也です。方フォロー待ってます。来てくれたりね。かまねパパさん、真珠たくさんありがとう。嬉しい、ありがとう。嬉しい。新幹線がすごく恐れている。遅れている？宇宙のうち、なん。タイムス食べた時、ワイは楽しかった。そう。でもなんか、なんレッスンの時はね、そんな話した記憶がないんだよ。タイムたつかせたけど、子供メンバーに話す。母性本能が発動するって言った。
チに夢中、ありがとう。おはちゅー、マートラさん、はじめまして。 ST43 期研究生のアラリアでしかたらハロー待ってます。リア充攻略法、まずオンラインで仲良くなるのがいいのかな。そうだね、仲良くなろうね、みんな。おはちゅー、ヤマさん、はじめまして。 ST43 期研究生のアラリアでしかたらハロー待ってます。来てくれてありがとう。もっとね、もっとたくさん三期生のことお話ししたいな。かわいい、ありがとう。マータさん、ありがとう。携帯壊れたので初見になりました。なんか見たことある方だな。ビューティー嬉しい。10枚目はリアチューのお話し会と嬉しい。ももにゃん、ありがとう。話そうね。おきさんは私とマイケどっち選ぶのって言いそう。絶対答えられない。今日も星座だよ。こんにちは、七鍋八丈区ソウレスジ。愛媛でリア中にいつも配信見てくれてありがとうって言われた気が。本当、リア中は独占力強い。うーん、うーん、モンモンを独占しようと思ったけど、本物は他のとこ行っちゃうから独占できない。グジーさん、茎付きのバラありがとう。こんにちは、みゆちゃん自分だけツアーで泊まりかな、ちょっと悔しがってね。そう、一緒にね泊まりたかった。楽しかったよ、見てるわ。こんにちは、おはちゅー、おきさん、リアチューが隅っこで震えてる感じが可愛い。え、いつだろう、いつだろう、いつだ、いつだろう、それ月が隅っこで触れてる感じ。え、いつだろう。コウジさん、はじめまして。 ST43 期研究生のアレリアで仕方ローラー待ってます。来てくれてありがとう。あ、ちょ、いつの公演だろう。リアチューに夢中だし、リアチューがすめっちゃ緊張するんだよね。まだ公演の始まる前は一人でいたいタイプかも。ちょっと落ち着くために大好き、ありがとう。やってみちゃう。先輩、年下の学校の先生もいそう、大卒の新人とかなら。配信で見れてなかった時期も好きでした。本当に YouTube は楽屋でどんなですか、静かにして。メンバー、あ、でもお披露目の時はみゆぽんとかゆいかちゃんとかゆいなちゃんとかいつも近くにいて、そう4人でゆっくり話してた。そんな騒いでなんか分かんないけど、うん、4人でずっと一緒にいたかな。おやじいさん、真珠ありがとう。最初にももは自分のとこに、ひどい。これ何回くらい、そう一回も見学はしたことないんですよ。そう、
プライベートでは一回行ったこと、鎌倉パスタに行ったって言ったから今度連れてって。え、いいな、すすすす。名刺配り楽しみ。なんかね、でもどうするか、ちょっと、いや、ちょっと待ってね、一人で考えようとしてた。家賃下ろしてもポニーテでも嬉しい。名刺配りはね2回目です。アンピーさんの息子に見学行けたらいいね。そう、ユニャと行こうねって話してたんだよ。私とユイニャンはアンピーさん大好き隊でちょっと行きたかったかな。今日マリカーの音しない。今日命上にいる。あれはね、あと3日、勝手にカウントダウンしてます。嬉しい、私も勝手にカウントダウンしちゃおう。10時45分ありがとう。アンピーさん好き好きたい、ユニャンといかんって話。そう、アンピーさん大好きたい。そう、メシカヤ徳山駅の前ぐらいかな。どこなんだろう。今日お出かけ、今日はしない。こんにちは。前回待ち合わせケーキの、そうなんだ。ゆうなちゃんもあんなちゃんと2回デートする。りあちゃんもしたいよ、りあちゃんもしたいよ。ちょっとゆうなちゃん2回もデートしてていいなって思ってました。2回もデートしてていいなって。今日は天気いいよ。お仕事してくれね、また明日来てくれてありがとう。また会おうね。卒業公演とか早めに予約しないと全員オーバーでね。確かに言わないと。地毛は少し茶色い、茶色い、茶色いです。地毛はほら茶色いですね。茶色いって言われます。茶色いって言われます。ちょっといつの気にして似合って、本当に似合ってる、嬉しい。焼き餅、やきもちやつどうもかわいい。あちゅー、すぐ私はやきもち焼きます。すぐやきもちするの、いろんな人に。みやちおはようございます。今の髪の見せ方かっこいい、本当に嬉しい。髪の毛サラサラ嬉しい。宿題はねこんな感じ、やばい感じ。流行ってる言葉、わかんない、あんまない気がする。標準語。あんまり流行ってるのかあるんかな。標準語だもんと思う。標準語だと考えられます。今まで3期研究室に入って、いや結構すごい回数や気持ちがいてますね。前髪流すとどんな感じになるんだろう、ね、どんな感じになるんだろう。マジ、あー
確かにこうカラムーチュ食べれるとも斉藤飛鳥さんっぽい髪型本当に。プロフィールの注目ポイントで書いてそう地毛が茶色っぽい。うんそうだね。今から焼き餅焼いた回数調べよう。多分10回ぐらいはしてるね。一期生のみっちさんとプラスさんのマイキューさんなら2期生と 2.5 キャラ1人押すなら誰。2期生は結構迷ってるんですけど、リセモーカさんとか気になってます。小声です。リセモーカさんとか気になってます。他はまあたくさんいるんですけど、ティッセモモカさんかなって思います。焼き餅焼くとき怒れ怒あ 2.5 期生の方は小声ですけど言います。えっ迷う迷うな、ね、いや、あ、クリクリさんかな。遅れな、わかんない。泣けてくる。3期ではダントツだよ。焼き餅も焼き芋焼く。メロディアンという JKT、え、JKT なら知ってるよ。宮地にうち、焼き餅焼いた相手に焼き餅アピールするの？わかんない。さん、そうリンコさん、そうももさん、リアチが二十歳なら愛子じさんみたいな美人さんになる。え本当に？リアチ好きなメンバーやっぱね行きたい。私 2.5 がくるくるさんの推しです。メロディアン、メロディアンさん分かんない。ももさんは出れてくると DD の気持ち分かる。現状はももくるということにしとこう。ももくるさん、ももくるさん、ももかさんのなんか目のキラキラしてるかんとこにちょっとやられちゃいました。すっごい可愛い子がたくさんいるから仕方ないね。本当に決められない。あと5分だ。好きな人に追いかけ、好きな人を追いかけるタイプと見ます。好きな人、スティーン森下舞葉ちゃんと卒業した真田遥ちゃん推しです。卒業しちゃったの子、舞葉さん。ファンはうちは複数持ってても推しペンライトの色で誰見てるか分かる。ちょっと山口でそれ見てるね。私のペンライト振ってくれてる方いるかなーって見てるね。でも期待してたらねダメだよね。じゃああと5分でーす。11時までだよ。ペンライトを即座に変えるとこ見てるらしいね。
見てるよん。ミキヨシアンピーさんなってアリコチさんです。あー私はアンピーさんは本当にもうなんかもうお姉さんみたいな、私のお姉さんにしたいです、アンピーさん結構アンピーさんはなんかもうゆいにゃんと大好き隊を作ってまず公園に行くことが、卒業公演に行くことがミッションです。 YouTube 中ありがとう。スススス、紫と白ですよ、紫と白。あなたとても可愛い、嬉しい、ありがとうミキヨシミサラさん、アイクジさん、ユライナさん、ヤヤちゃんさん、リンちゃん、リンゴさん、メンバーワンちゃん飼ってる子多いから今度見せてもらおう。そのミッション成功するとね、そうアンピーさんをお姉さんにしたいアンピーさんを、三木さん、三木とはね出かけたこと、全員で出かけたことはないんですけど、かなおちゃんとゆいにゃんとみゆぽんとたことあります。かなうたん、ゆんやん、みゅぽん、あでも一回ご飯だけ食べたゆいかたんとあります。あとあのお泊まりしたいちごママたんかな、遊びというか、紫白常にして、嬉しい、はるさんありがとう、しょうさん、ココナッツジュースありがとうかな。そうかすみたんと、そうゲーム、そう LINE したんだけど、前はちょっとあの用事があってできなくて、でちょっといつ誘うか迷ってます。そうももはないの、お化け屋敷行ってない、行ってない広島あたりゆっくりできるかと思ったら横浜あるし、なかなかそう遊びに行けない。でもやっぱり横浜行かせていただけるのやっぱりめっちゃ嬉しいから頑張りますじゃあそろそろダンジャーもかな。13位アイディさんありがとうございます。12位ゆききさんありがとうございます。11位のりさんとクエマイパスタさんありがとうございます。10位ゴンさんありがとうございます。9位ディノジンさんありがとうございます。8位ディノットさんありがとうございます。7位クマネパパさんありがとうございます。6位栃木のスーさんありがとうございます。5位キシマルピーさんありがとうございます。4位ヨシヒコさんありがとうございます。3位ショウさんありがとうございます。第2位ハルさんありがとうございます。今日の1位は水軍スプリットさんです。ありがとう水軍スプリットさん。そして壇上に登ってくださった方々ありがとうございます。そしてたくさんコメントをしてくれてありがとう。たくさんお話できて楽しかったよ。また次の配信で、ね、やっぱりアライリアですよ誰かの帰りとか、ありがとうスインガスピットさん。じゃあねみんなありがとう、たくさん話できて幸せでした。山口で待ってます。見ていくね、ドメスキのスラスラのペンライト見つけるね。また明日ワイチャラボー、あつちゅー、紫と白のペンライト、ペンライトみよんゆうちゅうちくごとんありがとう、楽しかった、またね。こちらこそ雨ね気をつけてねみんな、またね、また明日ねまた明日ね、ワイチャラボー。アライリアンスメロディアンスご挨拶が届きました。
またね。もつきと白のペンライト、山口でありがとう、はるさん。また明日ね、またね。じゃあね、切っちゃうね。バイバイ。切っちゃうよ。